でかいじゃん、うん、あ、はい、いいじゃん、武器を持ってるじゃん、はい、うん、怖いっていうかもう正直言うと胸の大きさってもうなんだろう、性格で言う優しいと一緒でもう必須条件みたいなもんじゃないですか。あるのは当たり前みたいな、はいはい、当たり前ね。言うのもなんかおこがましい、胸があるのが選びたいの、いやいっぱいあるわって言うね。全然バナさんこういう時に限って拾わないけど知らんパーしてるけど、いやそういうことですよ。入ろう入ろう、本当無敵ね、わかりますよ。まあまあいろんな方がね無敵から出てますが、一番衝撃は最近も坂口安里さんです。坂口安里さんですね、はい、でもあれは芸能人専門のメーカーでしょらしいですね。だからどこからいい芸能人って難しいですね。だって本当に知らない芸能人の人がデビューしてもわかんないですよ。一応わからんよや、うん、でも俺の一番の衝撃はやっぱり中村美優さんですね。ああ、いたね、超綺麗、マジか、いい、ああ好きそう、好き大好き好き好き大好きでもあの人、うん、デビューはしたんですか。デビューしたよ。あ、したのか、うん、今年だよ今年。あ、そうですか。そう、もうびっくりしたよ。いつか脱ぐ、なんかいつかやりそうでやられない人だったね。前からヘアヌード出してたさ。うん、はい。でもまさかここに行くとは、うん、でもなんか噂はあったわけ。でも行き着く先そうなりませんもん、そこまで行ったら。まだ勝ってないっす俺。だってそれをした瞬間にもう芸能界とかメディアに戻るのはほぼ無理ですからね、うん、分からんやし。それはだってもう超今も売れてる人がヌードで出るみたいなね、前さっき言ってた菅野美穂さんとか、はいはい、誰でしたっけ、誰でしたっけ、宮沢りえ、宮沢りえさん、オセロの中島じゃなくて違うわそうです、宮沢りえさんみたいに、はいはい、いや戻れる場所がある人じゃないじゃないですか。もう中村美穂さん全然出てないですよね。分からんよ、他ではいろいろ活躍してるかもしれない。だから AV の方でしょ。まあねなあねって、分からん、みひろさんみたいになるかもしれないよ。あー逆ってこと、ゴッドタンみたいな感じで。あー、うーん、中村美優さんは俺大好きです。聞いてますか。あ、聞いてるみたいですね。あー、ツイキャスでコメントが来てますね。奥歯さんチリ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 モンモン、サロお兄さんはじめましてふざけとるな今日。中村美優さんですね。中村美優さんですね。中村美優さんですね。はじめまして。はじめまして、大好きですよ。ホッチャンとホーミーツーさん出くれた。いらっしゃいませ。いや今から来ていいですよ、無敵の話は終わるんでね、アルファベットの、うん、もっとしたい俺は。いやいや、もっとしたい。いやもういいだろ次行きましょう、まだメールいっぱいありますので行きましょう。はい、じゃあ私読みましょうか。はい、ラジオネームビンゴさん、ありがとうございます。ポッポー、ロッグマンさん、ロッグマンさん、高橋千恵さん出た、デーモン閣下、土屋さん、こんばんハイテンションウィーク、ね、だから女性はチエさんなのかなもう誰が誰かな、デモンかが多分サンチさんです、多分俺かな、うん、今日のテーマ無敵についてですが、日曜日さんの番組のアドレスがなぜか無敵でしたよ。もちろんある会社とは関係ありません。酔っ払いイコール無敵状態と言われているこの番組でもこれは躊躇するでしょう、うん、はい、これはもうカットしません今しっかり見ましたもうこっちは。そしてサブテーマ酔っ払いについてですが、皆さんは頭にネクタイを巻いた酔っ払いが自分の知り合いだったということはありますか。ちなみに僕はすごく酔っ払ったリスナーの方を見たことがあります。誰ですか、誰が誰ですかサブテーマって何だから、いやもういつもついてるからよくわからんけどだって最初の無敵、初めて無敵、うん、一番最初に本テーマを触れたんですよ、うん、以上それも意味わからないし最近ギノワンの曲が全国的に話題になっているそうですが、ドヤ顔するのはどなたになるんでしょうか。というかじゃない方ってどっちなんですかね。最後は全然もう意味がわからないんでちょっとカットですね。カットします、うん、じゃあ見ましょうか。はい、読みますよ。はい、うん、びっくりネームマリリン&リンタロウファンクラブ副会長、進撃のメイちゃんさんです。ミュージックショーですね、こんばんは。いろいろリクエスト来てますね、来週流します、うん、はい、男3人なんですね。生放送お疲れ様です。今夕ご飯中のめいちゃんです。はい、画像添付させていただきます、うん、あ、結婚式の式典からお帰りなさい。あれ、お土産ないの。そうなのよ。では無敵、無敵といえば今食べてるものですね、うん、この味は家庭では真似できない味付けなので無敵の味ですわ。やられた、お袋の味か。では楽しく聞いてます。これなんだ、ちゃんぽん、長崎っぽいね。いや、焼きそば、焼きそばじゃないですか。わきそば焼きそばかなお袋のわきそばいやいやいや、チリチリモンモンじゃないけど無敵か、うん、
確かに岡田の味は無敵だな、うん、あこれはね、うん、これはある炒め物とか特にね、うん、もうあの味付けはもう絶対的まれやっぱお袋の味といえばパキスタンカレーだよねおかしいだろ俺の岡田はパキスタンカレーを作るから誰が分かる分かるっていうのハーブたっぷりでね、うん、骨付きチキンが入ってて本当に真似できないのやめろよもう最高だよ俺盗むもん家からあまりにうますぎて鍋ごとパクって怒られるっていうそりゃそうでしょそれぐらいうまい鍋ごとパクって怒られるって意味わからん全部食った俺全部食ったよ今度食べさせます何がスパイシーなのがパキスタンカレーの こうなんですか特徴なんですか教えないなんで教えないですさっき今広げようとしたのに全然広げない広げない教えない あでも来てますねお母さんから初めましてあ初めましておかしいでしょお母さんからカタカナで来てるからあなたから出てきたんですよってでもまたお父さんからまたまた初め回し て, 初め回してお父さんからどんだけ下手くそなのなりきるの初め回してだからラジオネームも顔面も映ってるからないと思う全然がっつり映ってるからねはいでメール読みますよはいお願いしますあ俺読みますねはいひとみんさん、うん、くーさん、りーさん、びーさん、つーさん、くりびつでしょこれくりびつだねおつおつラジオネーム、名古屋のプレミアムダンサーズです、うん、無敵といえば、F メギノワンで絶賛放送中の教育バラエティ番組フリームーンラジオ、あのねすごいのよ、この番組本当に、うん、でしょうか MC たちの、なんていうか、品種、なんていうか、なんていうんでしょこれえ品性品性芸列か、うん、品性芸列なトークは、うん、どの放送局にもないテイストですねあの内容を許してしまう FM ギノワンは無敵なコミュニティ FM 局です皆様は無敵なトークをここでやっちゃっても OK ですよ許可出ましたあと山内さんが自己処理をしますかっこ少し笑いってことさっきしてました、ね、あれはまだまだあれ普通でしょ、まあ、まだまだあれはもうねちょっとあれはどこでもみんな喋ってるでしょうんまあね無敵といえばやっぱり言っちゃうようんでしょうんみんな知ってるでしょ男性陣はうんまあね無敵ね女性陣が知らないから俺は知ってほしいんですこういうメーカーがあるよとでも多分、うん、女性も楽しめる無敵も出そうですよね男版の無敵出るかな男版でも元芸能人で俺は需要あると思いますよもし男で、まあ、要男性版の無敵っていうアルファベットがアルファベットじゃないあの AV でそれあるわAV ねものがもし女性向けに出るとしたら、はいはい、でもこれ多分めっちゃ売れてる人出ないんですよ絶対出ない、ね、だからさっき言った中村美優さんみたいな、うんはいはい、ちょっと微妙なラインじゃないけどちょっと、うん、微妙っていうなおい微妙でしょあんな微妙じゃないわ最高だよあそこまでなったから出たんでしょいや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 違うの中村美優さんのこと悪く言ったら俺許さんぞなんかちょっと一世を風靡した多分俳優さんとかなのかな、はいはい、芸人が出てもな俺が個人的に出てほしいなって思うのはやっぱりねバイキングの小峠さんとかいやあれは知るあれは知る男優でいるだろうアンリさんと一緒にねああアンリさんと一緒にねおえーってかだって今生々しいぞ出てますからねドッキリも出る必要ないでしょ出てほしくないいやーちょっときついな逆ドッキリみたいなここまで来るともうアンリさんは何でも OK なのアンリさんはびっくりみたいないや坂口さん何でもやるねもうもはや何でもいけるよお金のためなら何でもやりますね何でもいけるよいや小峠さんは今の立場だったらやる必要ないですからね、うん、それかあの小峠さんの相方さんとか、ね、なんでだよとアンリさんとか、ね、なんでよ怖っびっくりするそれをマジックミラー号の外側で見るそうそうそう小峠さんいやドッキリと思うでしょうねどういう感覚なんだろうね、それをドッキリと思いながら本当にやっちゃってるみたいなアホでしょどういう感覚なんだろう B 級の AV だなその特集あれね元付き合った人がそういうのに出てるのを見るってね自分の元カノが出てるって考えるそうそうそういやだな絶対見ない俺絶対見るああ逆に興奮するって人もいる俺は逆に興奮すると思う多分不意に間違って開いた飛んだページが偶然それだったらもう見ちゃったからスクリーンショットで、はいはい、見ちゃったから見るかもしれないですね自分から探しに行かないけどなんかおすすめの欄の方にあれ右側のおすすめの欄にあれ気になるなと思って押した瞬間にそっちに行っちゃったのねこのサイトのね最後まで見ようどうせやったらあーショックどうするそういう話があったら出る俺がかい出る出ないですよ A びっくりラジオパーソナリティ高見誰いや全部出てるんですよ名前立場も何にもなんかちょっとイニシャルトークじゃないかちょっと塗りつぶしの名前をねちょっと黒丸とか TKM とか TKM 高見やめろよ TKM みたいな、うん、A ビックを隠せよ A ビックA ビックまず切れるでしょそしたら出る出るかじゃあギャラ4億出るでしょ4億は出るでしょ4億は確かに俺も出るよだって
日本を捨てて海外に行きますからね。もうだってね、4億、うんうん、でも相手人じゃないよ。は？は？魚類とか。は？魚類。もう何言ってんの。年上だけど、おめえ何言ってんの。なぜ魚類とか。どうせ魚類。コメント止まったから。本当だ。サロお兄さん、はじめましたって。魚類と無敵。無敵ではない。無敵デビュー。やるのかな。あ、でもいいですね、サロお兄さんね。ダメでしょ。あのですね、はい、ちょっとじゃあコーナーというか、うん、自分がちょっと、うん、今日、放送聞いてる、ツイキャスで聞いてる方にちょっとね、コメントっていうか、はいはい、この、自分が無敵って思うのが、うん、ゲーム、RPG ゲームの時に、うん、基本的に俺無敵で行きたいっていうのがあって、はい、要は、レベルをしっかり上げて、ボスとか戦いたいんですよ。はいはいはい、あー、その気持ちはわかる。わ、うん、かります？わかる。で、人によっては、うん、もうなんだろう、行っちゃえって言っていく人もいるんですよ、はいはい、僕はめちゃくちゃそれが嫌いなんですよ、うん、であなたはどちらですかっていうのを知りたい。要は RPG とゲームするときにしっかりと戦略を練っててもいいですけど、はい、ちゃんと、うん、こう下調べっていうか、まあ攻略本は自分は基本的にもうできるだけ見ないですけど、はい、見ないね。もうできるだけもうちゃんとこう、ね、入念にアイテムとかももういけない道を探して宝箱も全部開けていく。そうそうそう、うん、で全部もう細かいボスとかも倒してちゃんとレベルアップもして、はいはい、分かる分かる。もうでもうそのショー終わりたいですよ。その一緒だね。はいはい、うん、でも人によってはもう関係なくもう進んじゃおうみたいな、うん、俺だな。でしょ、もうガンガン進んでいってやっぱり勝てないじゃないですか、うんうん、そこでレベル上げで止まるんですよ、うん、そうレベル上げもやりたくないでやめちゃ う、 うーん、あ、やめるんですか。やめるやめる人じゃなくて、それどんどん行ってギリギリでラスボスも倒して終わる人、うん、それとか、うん、例えばロックマンとかアクションで言えば、うんうんうん、敵に一回ボンって当たったら、うん、点滅するの分かります、体が、うんうん、はいはいはい。でその一定期間無敵になれる。あー、分かりますよ。で俺敵に当たりながら進んでいくっていう。マリオで言うと背がちっちゃくなってる、このビビビなってる時の無敵の時に行くんだ。そうそう、その時パーって進めるさ。だってロックマンの初回って超むずいの分かる、うん、ロックマン1、2、3らへんのファミコンのやつ、もう雑魚キャラが本気で殺しに来るわけ、うん、はいはい、もはや雑魚じゃないわけ。もう有能すぎるぐらい強いんですよ、雑魚が、うん、はいはい、必要にも襲ってくるから、うん、当たらざるを得ないわけ、うん、そしたらやっぱり体点滅してその間進めるさ、うん、はい、これはチャンスだと。もうどんどん敵に当たりながら、うん、無敵状態で進んでいくわけ、うん、で後半残り2ミリぐらいしかないから体力体力がボスで死ぬみたいな、ボスら辺で死ぬみたいな。でもコンティニューしたらまたボスからだからね。それはもうアクションじゃないですか。じゃなくて俺今 RPG の話、 RPG、ね、RPG の話ですよ今の、うん、それはだからそれはもう絶対無理じゃないですか。これを10年に、あ、でもそれもあれできねえ、だってまあまあそうか。まあそうか。ロックマンのここで言うロックマンは俺の立場で言うと どういうあれですか、アイテム全部集めてとかなんですか。ロープレイの立場のロックマンって話をしたことがない。でしょ。あ、だからこれは多分 RPG の限定の設定なんですよ。 RPG で言うじゃん、ポケモンとか分かりやすい、うん、言うと、はいはい、もう草むらで野生のポケモンでもう戦いまくってレベルめちゃくちゃ上げていくみたいな感じですよね。俺も先に進みたい、とりあえず。うーん、とりあえずはで壁にぶつかったら対処する、うん、そこでレベル上げして、もうずっとレベル上げなるじゃないですか、うん、1時間2時間、うん、いやさ、やめるわけ。やめるわけってなんかすごいかっこよく言ってますけど、ロープレを全部クリアしたことがあんまりない。あー、基本的にもう1回やったら、うん、このやり方で最後までやりたいタイプです、俺は。マジか。だったらやらない、最初から。さすが大学。だから皆さんどっちですかっていうこのコメントを知りたいんですよ。皆さんツイキャス聞いてる方、どっち派ですか、どっちの方が理にかなってますか。うん、だからトータル時間的なものを考えたら絶対あのレベル上げよりも早く終わるんですよ。ねはい、こっちは、うん、こっちはかなり時間を食いますし、うんはいはい、その分で考えたらデメリットですけど、うん、ただ。もう当たり前のように勝つっていうね、ボスとか中ボスとかこのそのショーのボスっていうね。あ、コメント来てますよ。来てますね。あ、どうですか、サロお兄さん、うん、そっか、僕はモンブランケーキが好きだな。何の話だ。あ、ロープレでよくありますからね。あるかモンブランケーキが好きなの。ありますからね、モンブランケーキの話してないけどね。あ、でも開発者側からしたら高見は嬉しいはずね。うん、あ、そうでしょうね。もう徹底的にやり込むから、うん、あー、まあまあまあ、まあ、俺みたいなやつは嫌なんだろうね。いや、でもそう、多分根本的な話すると俺買ってもらったらもういいと思ってますよ、多分。開発者は売れたらいいじゃないですか。まあまあまあ、これはもう相当極論ですけど、うん、まあそうだけど、うん、一つコメント来てますよ。はい、シュートさん、レベル上げしてから戦う、まあ、やっぱそうよでしょ。いや、わかりますよ、そうなのか。
なんだろう、うん、一番初めての最初のゲームでそれは無理なんですよ、はいはい、ただゲームをやっていくうちに、あ、このパターンのゲームは、うん、ってなったら、あ、RPG だなってことは、やっぱレベル上げした、はい、できるんだったらしときたいなとか、うん、なりますよ。早く進みて。ただ、なんですかね、レベル上げが楽しいんですかね、もしかしたら。そういうのも結構、ね、レベル上げは弟の仕事だから、うん、は基本的に俺たち家だよね、うん、俺が物語進めていって、うん、やっぱ弟もやりたいっていうさ、うん、まあ、ちっちゃい時ね、うん、あ、いいよじゃあこの敵倒しとけよって言って、はいはい、2時間ぐらいずっとやらして、うん、ある程度レベル上がったら抱かせって、うん、ひど最低だこんなこんなヤンキーいたなでもあれだよ、あそこ神田邦弘さん、はいはい、夫婦でゲーマーじゃん。そうですね。あ、そうなんですか。で、奥さんがレベル上げしてくれるんだって。最高な嫁っすね。うん、RPG 最高だ。これはね、やっぱ同じ趣味を持ってるからこそでしょうね。やばい、一番イカれてるコメントが来ましたね。なんすか。サローニーさん、レベルたくさん上げてからリセットボタンを押した方がいいよ。どんだけド M っていうか、何のためにゲームをやってるのかね。嫌われますね。薄ませレベル上げてリセットボタンっていう、うん、あ、呪文とか分かってなかったらやばいよもう、うん、終わりだよ、うん、ただだからさっきのこの、 AV の無敵で例えると、はい、例えたらいいのかな、要はこっちはまずノーマルからやっぱ見ていきたいんですよ、はいはい、ただ急に初っ端からアブノーマルをあなたたちは行くと、もうノーマルには戻れないですよって話です。よくわからない、よくわかんない全然うまく例えられない、よくわかんない、全然うまく例えられないけど、そうそう、もう要は怖いもの知らずに、どん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 知らないジャンルに行くと、あなたはもうそのジャンルから戻れないですっていう。俺は行けるよ。普通のじゃ、もう普通の戦い方じゃ快感が得られないですよ、はい、普通にレベル上げして戦うっていうのはもう普通だと、じゃなくて、はい、生きるか死ぬか、行くか行かないかの、はいはい、ギリギリを行くのに快感を覚えてしまったあなたはもう遅いです、デメリットしかありませんっていう。超魔界村で言えばパンツ一丁で進んでいく感じ。わあ、怖っ。これはきつい。まあ、当たったら死にますからね。うん、危ないよ。パンツ一丁だから。ドエメゲーだよ、うん。もう鎧がなくなったらね。現実でやろうってなりますから。なる。やったら終わりです。現実でやろうってもう。でもお金があれば大丈夫だから。はい。ん？何が？何が？お金があればっていうのは。まあ俺の中の無敵はお金だなって思うわけ。ああ。だってロープレでも置かれないと身も蓋もないな、何も買えないじゃん。びっくりした今だろ、急になんかびっくりしたね。現実世界に戻ったの、リアルに戻った。こんなゲームとかしょうもない俺のテーマから、お金があれば全て世の中回るっていうこの結論を言い出したサンチェスさんに俺はもう悪意しかないですね。嘘でしょ、何も喋ることなくなったけど今ので忘れてくれ、やばいコメント。めいちゃんさん来てますよ。あ、シミケンさんも素敵よね、人気ありますよね、シミケンさん。シミケンさんなんか月光、月光、月光、月の光ですか。月光、月光、月光ね、月光、芸能人さん、うん、芸能人とあれ、はい、ちょっとあれですけど、芸能人の方と仲良いらしくて、芸人さんとかも、シミケンさん、シミケンさん、はいはい、だからなんか言ってたな、なんかな、それ経由で言ってたな、なんか3月が一番 AV の人、はい、AV の人が辞めていく人が多いっていうか、あ、そうなんだ、その卒業、その本数が少なくなるし、はいはい、里帰りした時に説得されて戻ってこないとか多いらしい、あ、その時に、なるほど、とか、あ、なんかやっぱ一番きついのは、うん、冬がきつくて、はい、いや、でもこれ言っていいのかな、ダメだな。要は濡れすぎて寒いと、外で要は、はいはい、こう浴びすぎて寒いと、はいはい、簡単に言うと、はいはい、ああ、なるほど、なるほど、ね、体調崩す、はいはい、体調崩すっていうことね。シミケンさんちはなんか俺の、まあ、知り合いでもないんだけど、まあ、ちょっと 2,3 回会ったことある人がいて、へ、あの内地 の、 あの昆虫食やってる篠原さんっていう人がいるんだけど、うん、あ、はい、その人がシミケンさんとなんか旅してふんどしでは地球とやるっていうのをやってたわけ。どういう意味ですか。まあ、地球とね、地球とそういう行為をするっていうことをしてたんですよ。はあ、地球とやるのはいいらしいですよ。なんすか地球とやるって。いや、全然意味が分かんないですけど。土？はぁ？地面に穴掘って。沖縄でやる、日本でもできるとこでしょ。日本でもできるよ。へぇ。だから地球を愛してるから、うん、地球としたいんだって。いや、もうみんな怖くて誰もコメントしてないよ。本当に。めいちゃんさん来てるよ。来てますよ。エビスマスカッツも素敵なグループ。うん。いいよね。俺親聞いてんだけど。あ、そうか、お父さん、お母さんも。お母さん聞いてますか？やば。
息子さんね、無敵にだいぶお世話になってます、はい、多分知らないと思うから、リスさん無敵っていう意味を教える、ウィキペディア教えるか、ちゃんと教えよう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 とかね、レーベルです、言わなメーカーです、まあ、いやもうお母さん聞いてますかっていうかまあ、あ お二人は無敵のって思うのはバナさんはないんですか、無敵っていう、無敵とは違うけど、自転車乗った時、ん、自転車乗った時、坂降りてる時、あー急にちょっと説明してもらっていいですか気持ちなんかこの風に乗ってる感じが、そう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 、俺は風みたいな、もう想像力が豊かなのよ、あなたのお金と違って、よく飛んでいいねそうだね、うん、そうだねじゃないけど、無敵、俺の中の無敵は、うん、あの口座の残高が金かい、もう3桁超えた時、いいわいいわ、3桁超えてる時はもうすごい心に余裕が生まれるんですよ、口座の金が3桁って100円なんだよ、3桁じゃないな、もう100万単位行ってる時は、6桁ね、6桁か、何3桁って、万ね、万万万3桁万ね、万でね、その時はもうすごい余裕があった、うん、だってやりたいことできるじゃん、うん、自分がデザインした洋服とかも出せるし、いろいろと心に余裕があるさ、だからもうお金ね、お金だ、だからお金のこと詳しく説明しだしたけど、いやお金でしょ、お金だよ、そう、まあ無敵、何でもできますね今の世の中、まあ、変な意味で俺はお金って言いたくない、心に余裕がある状態を無敵と言いたい、いやもう本当に殴りたいわなんすか今、心に全て余裕がある、お金でしょ、お金じゃない、無敵と言いたい、心に余裕がある、うん、その時はもう無敵だ、いやだからでも無敵じゃん、無敵だ、でも4億あったら何すんの、貯金、何も怖いのないでしょ、怖いのないでしょ、ちょっと刺されないかなっていう怖さあるけど、刺されてもお金あるから病院行けるよ、強盗とかね、病院行けるよ、病院行けないっす、お金あるから殺されるんだどこに住んでるの、寂しいなお前、だってそういうイメージですよ、もうなんか抑えにくるイコールね、お金奪い取ってなって生かす意味ないですもん、でもその代わり内カビ大量に買ってから焼いてあげるから、4億円は4億円分じゃあもし高見が、うん、その4億目当てで刺されて亡くなるとするさ、うん、なんちゅう恐ろしいシチュエーションだ天国に行くさ、行くさじゃないけど、そしたらその4億を使って、うん、俺は内カビを大量に焼いてあげるよって、うん、絶対4億円持ち去ってるはずよ内カビのそのうちにな、はい、ということでね、両極端の意見が出たということで CM に来て、いやいや終わるか、さよなら、しゃ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 、ひどいな、ひどくねえよ、俺の無敵良かったですか、ゲームのやつあんま重くなかった、そんな盛り上がらなかったっていうか無敵が難しいわ、確かに、あ、お疲れ高見、いやいやいや、あのびっくり賞をどうしましょうか、びっくり賞はもうもうめいちゃんとかにあげちゃう、めいちゃんしましょうか、うん、いつも遅れて、あ遅れてじゃない、メッセージもくれるし、メッセージくれるし、うん、すごいな今日こんなにコメント少ないんだ聞いてる人はそんな少なくないけど、なぜだ、人見効果かね、ほらサロンお兄さん集金です、その時は僕が少し預かっておきます、俺とサロンお兄さんで預かって、お前ら金か、2億ずつで1、FM ギノワンからお送りしてきました A-BIC の A-BIC ラジオ、エンディングの時間が来てしまいました、はい、また来週、いやいや終わりませんけどね、まだまだありますが、今日もたくさんのメッセージありがとうございました、ありがとうございました、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション、有限会社 A-BIC、 片岡解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました、はい、では今週のびっくり賞の発表です、うん、今週のびっくり賞はドゥ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 ちょっと忘れてしまって、うん、まあ、来週もしギャラリーに来れるんであればガチャガチャマシンをぜひ回してください、うん、まあ、何が当たるかはお楽しみということで、沖縄じゃなくて発送します、うん、発送します、うん、ギャラリーに来れない方は発送しますんで、うんうん、
誰かが代表してガチャを回すというふうにやりましょう。プラス A ビック商品券をプレゼントします、はい、では他にもプレゼント希望の方は avic@fmgirawa.com まで送ってください、うん、プレゼント希望の方は A ビック商品券1000円分をプレゼントいたします、はい、そして次回のテーマのお時間です。やっぱりラッパリーカモン。こんばんは。こんばんは。やっぱりラッパリーです。こんばんは。人もいないとこんなに下ネタ出るのね。いや俺は下ネタと思ってない。下ネタより汚い金が出たね。お金は大事だ。お金で全部解決するってひどいね。ひどい話だね。引いてもらおうかな。これが現実です、うん、引きます。ひゃい。はい、なんだこれ。鈴鈴が出たということは、あー僕の金玉。来週のテーマフリーです。来週のテーマフリー、うん、何が起こるかわからないからね、うん、フリーでお送りしたいと思います、うん、瞳は来るのかな、ね、どうなんでしょう ねそれもわからないんで、ね、探り探りで、そうね、探り探りでお願いします、うん、もうみんなこの暗さだったら二人ってことだからよろしくね。もうそんな言ったら、いや見た瞬間あいないってなるやつ。いないですよ。まあそれいいね、はい、じゃあひとみんがいないときはちょっと暗めで、うん、そうですね、ライト暗めでね、照明暗めで、うん、今日はあの裏エビックっていう感じ、裏エビックね、うん、はい、さあということで、決まりました。告知とかひとみんがいたらね告知があるんですけど、うんうん、ちょっとじゃあ、はい、私の働いております RB 社ラジオからですねちょっと告知いただきたいやりたいと思います、はい、公開生放送がですね、はい、あります10月14日土曜日ですね、午後1時から午後3時55分ですね、うん、ですね、あの修理場の方でですね、はい、行われます。公開生放送、いや私は喋れません。喋らない、はい、裏方ですが。裏方で、はい、沖縄ツーリストプレゼンツ WeLove 沖縄南の F 横祭りということで、これですね、去年大好評だった FM 横浜とのコラボ放送、はい、今年は沖縄ツーリスト創業60周年、うん、ということで修理場公演開演25周年を記念して、うん、これをね読み方がね、水6館前ですね、水6館前芝生広場からの2曲サイマル公開放送、うん、難しいな。ゲストには木山商店、うん、宮原真希子を迎え賑やかにお届けいたしますということで、FM 横浜からもですね、うん、MC の方とかレポーターの方とかいらっしゃいますので、ぜひぜひ聞いてください、ね、あのお聞きください、うん、お願いします、はい、あります。エサロー兄さん、はい、メイちゃんはアメリカに住んでます。そうよね。これメイちゃん知ってますよ。これ大変だな、有名なリスナー発想が。国外にね、ね、まあ、国外でも発送しますんで、ガチャポンのあの殻ごとね、殻って言うな、殻って言わないですよ、なんですか、カプセル、カプソル、カプセルと呼んであげてください、はい、ということになっております。お願いします、ぜひぜひね、よろしくお願いいたします。来週どうなるんだろう、うん、まあなんだろう、うん、この3人になると、うん、また頑張らないといけないですね。そうだね、これで盛り上がらないって言われたらおしまいでしょ、うん、どんどんゲスナーを増やしていきましょう、うん、いいぞ、あああああ、ゲスナーがこの3人だけっていうのが分かりましたね。サウロお兄さんともっと増やすからな、シュートさんと、うん、もっと増やすからね、なりましたので、はい、ということでお送りしたのはバナと高見とサンチェスでした。また来週お会いしましょう。バイセッツ。ということでありがとうございました。はい、今週もありがとうございました。